尾崎彩成は、中央競馬、立東トレーニングセンターの機種。滋賀県出身。父は JRA 調教師の尾崎健。デビューを目前に控えた2014年2月19日、調教中に、眼底骨折を負い、初起場は4月19日にずれ込んだ。同日の阪神7レースで、父の管理場ケルン40で一着となり、JRA 初勝利を挙げた。 初勝利から6週連続で勝利を挙げており、これは歴代単独1位の記録である。1年目のシーズンは同期では、松若風馬に次ぐ38勝を記録し、中央競馬関西放送記者クラブ賞の新人特別賞を受賞した。2年目の2015年は、4月に落馬により、坂大骨を骨折し、8ヶ月戦線を離脱する。一度は復帰するも、 起乗の際に足にかかる負荷に悩まされたことから2016年6月に幹部を再手術し、リハビリを経て2017年1月に復帰した。2017年8月21日より村山級舎を離れ、フリーとなった。同月、オーストラリアへの武者修行に出発し、名品ウィンクスを管理するクリス・ウォーラー級舎で4ヶ月経験を積んだ。2018年7月14日、 函館8レースで岩水水に起乗し一着、JRA 通算百0 0勝を達成した。2018年7月22日、函館2歳ステークスをアスターペガサスで制し、5年目での重賞初勝利を挙げた。尾崎綾成の年度別成績を参照。ありがとうございます。